どうもサニーチョウとひよりです。今回はね、最近僕カメラにめっちゃハマってて、写真撮ることに特にハマってるんですけども、この前 NX5R が届いた時と同じ時に届いたものを紹介したと思います。カメラアクセサリーですね。こちらです。 Amazon Basic、 Amazon の商品ですね。 Amazon の商品っていうか Amazon から届いたものなんですけども、Amazon が出してる Amazon ブランドのやつなんですよ。はい、これちょっとね開封したいと思います。はい、ね、これちょっとねカメラアクセサリーで、まあ値段はね、いくらだっけな、3000円弱、2700円とかそのぐらいだったかな。はい、パカリ、よし。いやー、これね、これが入ってたおかげで4つの商品を頼んだんだけど、こんなでっかい箱に入ってたんだよね。なんかサイズ言うとこのカメラの画角いっぱいぐらいのこんなでっかい箱に入って届いたから、もうなんか何事かなみたいな。これですね。はい、特に衝撃的なのが入ってなくて、バッグ買いました。カメラバッグですね。はい、カメラバッグ買いました。ふぅよくわからないけど、ね、開けていきましょう。はい、カメラバッグっていうのはカメラを入れるバッグですね。はい、こんな感じで肩からこうかけるやつかな、なんかわかんないけど、なんかリュックではない、だからちょっとこうかけるやつだと思うんで、あと斜め掛けとかするやつなんですよ。はい、今回は開封だけで、使用感とか詳しいレビューは今度東京とか行ったり、あと近所の公園とか行って、なんかカメラで撮影するときに使ったりする、使ってからレビューするんで、今回は開封と買ったよっていう報告ですね。はい、これね、中がねオレンジなんですよ。わかるかな、ほら中のものがわかりやすいようにオレンジになってて、はいはいはい。まあ、カメラバッグとはどんなものかっていうことだけでもちょっと説明しておこうかな。ちょっとね、これね、使い勝手はね、わからないけど、結構 YouTube でもね、レビュー上げてる人多くて、あ、いいんかなと思って買ったんだけど、あ、めんどくせ。これ開けんのめんどくせ。はい、こんな感じなんですよ、カメラバッグって。わかるかな？こういうのね、中に仕切りがあって、こういうカメラとかを入れて、こうなんか、カメラが動かなくなるよ、みたいな感じですね。だからこういうね、でかい一眼レフとかカメラさ、液晶とかもそうだけど、バッグの中に乱雑に入れたらもちろん傷ついたり壊れたりしちゃうから、そういう時にすごい使えますね。はい、電車で出かける時とか、あと主にチャリでこれ結構よく出かけるから、その時にこれを持ってればいいんかなと思いました。サイズ感はねこんな感じ、うん、顔よりもかなりでかい感じの、まあまあ大きいサイズですね。商品名は、どうしよう、一眼レフカメラ用スリングバックパック黒なんですけど、これ確か正式名称じゃなかった多分、うん、なんかね完全にね、この字の感じからすると中国から届いてますね。てか、うん、中国から来てます、絶対に中国から来てるものでございます。うん、なんか島村の匂いがする、下にもゴムついて、Amazon ベーシック、なんかどっかに Amazon のマークが入ってるっていうね、マイナスポイントがあったんだけど、それは大丈夫かな。あー、こういうねファスナーのとこに Amazon ベーシックって入っちゃってるね、ちょっと。まあ、あ、でもここに Amazon のマークが他の人のあった気がするけど、俺のないんだけど、あれ、じゃあちょっと型が違うのかな。あとそれ昔の動画だから、新しいのにはなんかモデルチェンジかなんかして、うん、なくしたのかもしれない、 Amazon マークは。だってダサいもん。ここにね、ちっちゃい方のポケットもあって、大きい方のポケットもあって、財布とかはこっちに入れてみたいな話でしょ。肩掛け、あー、これね、このテープを切ればここは長くなるんだ。あ、ここは長くなりそうだね。これもなんか変えられる、わかんない、よくわからないけど、とにかく中がオレンジ色のバッグです。バッグ初めて買ったんですよ。まあ値段は2700円のやつなんで、ちょっと、Amazon リンクはね貼り方わかんないんで貼らないかもしれないですけど、またこれをね使いこなしたいと思います。今回は開封レビューでした。Please subscribe.